はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、今回はガンダムサイドストーリー宇宙閃光の果てにステージ3和平、こちらをやっていきたいと思います。ではステージスタート。あの時一瞬の閃光が起こした出来事を私はすぐに信じることができませんでした。確かにルース中尉の G04 から発射されたメガビームランチャーは敵の艦隊を壊滅したのです。しかし G04 はメガビームランチャーの限界を超えた出力に耐えきれず、私はただどうすることもできずに彼のルース中尉の最後の言葉を聞いていました。敵艦隊を壊滅させたことでグラナダ方面でのジオン軍の動きはなくなると判断され、サラブレッドを含む第16独立戦隊は補給を受けることになりました。まだルース中尉を失った悲しみを振り切ったとは言えませんが、第16独立戦隊の乗組員全員が彼の望んだ平和が訪れるよう祈り、私たちは次なる戦いへと準備を進めたのです。ただ一人フォルドを除いて。フォルド、ルースとのお別れにもとうとう来なかったわね。あんなものをただの空っぽの棺に花を詰めて宇宙に流すだけのことじゃないか。フォルドは単にルースの死を認めたくないだけじゃないの？うるさい！もう俺はガンダムになんか乗りたくないんだ！フォルド、怖いんだよ戦闘が。もう今まで戦いが怖いなんて感じたことはなかった。戦争で人が死ぬのは当たり前だと思ってた。でもルースがいなくなって漆黒の空を一人きりで漂う恐怖に、次に死ぬのは俺かもしれない。そんなことを考えると息が詰まる。いつもルースは俺を導いてくれていたんだ。畜生！なのに奴は死んでしまった。俺を見捨てて行っちまった。これから俺は一人でみんなを守らなきゃいけないのに。ふぬぼれないでよ。誰が一人でみんなを守らなくちゃならないって、バカにしないでよ。みんな必死で戦っているのよ。それなのに悲しんでいるのはルースよ。彼は仲間たちに戦う意志を伝えようとしたのよ。戦い抜くことがみんなの幸せへの近道だと信じていたからだわ。そして誰よりもルースがそのことを伝えたかったのは、彼がその心を受け継いで欲しかったのは、フォルド、あなたのはずなのよ。ミユ、そうだよな。俺はミユ、いろいろとごめん。俺はもう大丈夫だ。そして私たちに次の戦いが訪れます。我々第16独立戦隊の新たな任務、それはジオン共和国のダルシア・バハロ首相を月面都市グラナダまで送ること。そこでこの戦争を終結させる停戦協定の調印が行われるのです。時代は確実にルース中尉の望んだ平和な世界へと進んでいました。私たちが受けたこの任務が時代を変える転機となるのか、それともわへ。
今回の任務の内容。本来だったらアーバー枠に投入されるはずだったけど、4号機を失った時点で、別の任務が言い出されたと。ジオン本国からチベ単艦がつくことになる。それの護衛、ジオンの艦を護衛しろと。戦争終結ための任務である。ジオン共和国ダルシア首相一団。そうか、その和平を阻むものが出てくるってことだな。ジオン共和国首相ダルシア・ハバロ、バハロか。グラナダを目指すと。我々の戦力を持ってって言ってもさ、ガンダムが1機、ガンキャノンが3機でしょ。あれジムになってる。ガンキャノンからジムになってるぞ。なんでだ。しょぼくなった。でこっちはザク3機のゲルグが1機。こいつゲルググに乗ってるってことはそれなりのパイロットなのかな。ま、顔もない一般兵だけど。和平に反対するジオン軍人も多い。まあそりゃ完全に信頼はできないよな。後方に船影を確認。十分な距離がありますと。グラナダまで逃げ切ることも可能です。こっちがしんがりか。協定の調印を妨害する一派。別マップか。ザンジバル、ムサイが2機、ダルシア艦隊、進路はグラナダですと。追撃します。なぜ勝手に艦を動かす。は、も申し訳ありません。あ、自分が言いたかったってこと。上官と認めていないのか。艦長は誰。艦長は貴様も軍人失格かって。こいつなんでこんなにマレットに従ってるの。絶対嫌な軍人だよねこいつ。いや無能ではないと思うけど嫌な上官だよね。無能で嫌な上官もいるからね。あのド S 上官みたいなやつね。グラナダを背にした敵艦隊がすでに展開している。
ノルド少将。おお、結構展開してきたね。ビグロがいる。いやー、めっちゃいっぱいいんな。前方にグラナダ艦隊。お、通信が入ってる。あ、こいつか。ノルドランゲル少将。俺は中佐だよ。終戦協定を結ばせるわけにはいかん。なぜだ。おお、同意見なんだ。軍人としての建前。ジオン国民はスペースノイルが地球の支配から脱却し歩み行くことを望んでいる。ふむふむ。一応宣戦布告はしてきてんだな。ノルド艦隊の防衛線を突破する。後方の艦隊が速度を上げましたと。挟み撃ちか。G05、フォルト注意、聞こえますか？作戦を伝えます。攻撃をかける構えですと。追いつかれる前に前方のノルド艦隊を撃破しろと。戦力差が大きいから一点突破を仕掛けますと。サラブレッド機関として攻撃を敢行する。モビルスーツ隊の役目は艦の護衛。ダルシア首相のチベの護衛か。G05、 艦隊の進路方向へ突破してもらって攻撃を行うと。機動力を生かして露払い。敵味方の区別はコンピューター識別で行ってください。それさ、大丈夫なの。おお、勉強してるね。試験前の一夜漬けは得意だったからな。いや、フォルドも成長したね。やはり人の死というものは人を成長するきっかけになるのか。で、自軍出撃。てかさ、マジでなんでジムが3体なの。ガンキャノンどうしたんだよ。みんなやられちゃったのかな、お前の戦いで。そうだよな、こっちのマップとこっちのマップか。ってことは前方と後方で分けないといけないな。
イベント条件マレットの撃破。フォルドでマレットを撃破か。ってことはフォルドは後ろに行かないといけないのか。どうすっかなこれ。勝手に前のマップに来てくれんのかな。こいつはここでしょ。結構近いね。すぐ追いつかれるよこんなの。まだ追いつかれませんみたいなこと言ってたけどさ。一ターンで追いつかれるよ。でどうすっかなこのザク部隊。あとムサイが乗っけてるかどうか。もう乗っけてはいないか。チベ、ここら辺は基本もう乗っけてないのか。展開してる部隊だけだな。一応チベ、あれ、え、これあれじゃん。第3軍じゃん。よく考えれば色が緑だ。てか邪魔だマジでこいつのザク。じゃあこっちで前方に行こう。とりあえず最前線のザクは撃破しとくか。でどうせチベは勝手に進んでくるから早めに排除しとかないといけないんだよね。どう考えても。よしこれでとうとう20レベル。いやー長かったー。でこいつが邪魔だからどうせサラペット進めないっしょ。この時軍を緑軍か。ってことはさ、サラブレッドに積んであるの？ガンキャノン。あ、積んであるわ。3人いた。一応回答しよう。ここは、後ろだな。羽が引っかかってんだけど大丈夫か？これ。で、ビグザムをちょっと出しておこう。で、こんなもんか。いや、あの護衛ザクマジ邪魔だわ。一旦進んできてるね。あ、来た。ハロタックル。おりゃ。ビグロなんだよな、めんどくさいのは。歯のドリルパンチってさ、めっちゃエネルギー使うよね。その割にはやっぱ弱いよな。どうしても倒したいときに使うのかな。ここら辺の敵はまだ動かないか。で、マジこのザク邪魔なんだけど。お前らどけよっていう。アクトザク1万2000回やっぱそれなりにヒットポイントあるな。で、ちょっとおびき寄せるか。じゃあで105をこっちにやって、量産型ビグザムの大型メガ粒子砲でこのリックドムを倒せるかどうかな。一応支援を入れておこう。さてご相手願おうか。こいつらあれか、乗ってたんかっけ。かわされたよりによって。ってことは一回ビグラングを出すか。てかさ、これ超邪魔だよな。ジョニーライデン、真紅の稲妻の力見せてやる。悪いけど死んでもらうわ。単刀直入だな。うお、え、なにこいつら。マジで。ガンダムスタック05機を出すか。めっちゃかわしてくるな。ようやく当たった。さらばだ。この子なかなかかわいいよね。散ってったけど、宇宙の木図となったけど。これは2発、いや3発入れとこう。
どれかが外れそう。よし、で倒せないっていうかさ、やばい、ただでは済まさんって。めっちゃ減ったな。グループ攻撃48%76%。こいつらはここで散っていくのか。脱出した形跡はないけどね。ブライトさんようやく3レベル、ノエル・アンダーソン4レベル。こいつ返して、まあいっか、こうマジ邪魔なんだけどこいつら。どうにかしろ、いい加減にしろよ。本当に、ハロでなんとかするか。てかさ、この戦艦だけどん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 先行していきそうだな。一回邪魔しよう、これで。お前らが邪魔するんだな、俺だって邪魔するよ。ちくしょこの野郎。ハロバブル。で、ここはこれで置いときましょう。サイコミュ試験型がちょっと破壊されたら嫌なんで、一回セーブをしておこう。破壊される可能性大いにあるからな。やっぱりバズーカなんだよね、食らうと痛いのは。完全にくっついてんなこいつら。で、ここら辺のやつらがいつマップ移動をしてくるか。ビームサーベル 76% と 76%、 ほぼ一緒だな性能。てかヒートホークの方が強いのか、攻撃力的には。このモビルスーツはまさか、やはり生きていたのか、マレット・サンギーヌ。ああ、死よりも辛い思いを抱いてな。貴様の名を聞かせろ、ガンダムのパイロット。俺はフォルドだ、フォルド・ロムフェローだ。覚えておこう、この顔の傷とともに。そして新しいジオンの人柱となれ。新しいジオンだと。もはや俺は誰にも止められん。この俺に負けはない。止まって見えるぞ。落ちろ落ちろ落ちろ。こいつ強い。動きが甘いぜ、シミュレーション不足だな。戦場では臨機応変に対応しないとな。貴様、貴様。マジで互角だな。ヒットポイントの減りが一緒だ、4608。で、ブライトを狙ってきたか。まあ、一応減らせられるんだったら減らしておこう。よっしゃ、一気に蹴りをつけてやるぜ。痛い。こいつらマジかわしてくるわ。来たねー。これザク出してきた、もしや。あ、出してきてるわ。ってことはパクりたいからな。基本的にこれは全部パクりたいからね。よし、これでようやく多少は進めるようになったかな。相変わらず邪魔だけどな。これはここで邪魔してればいいんじゃないか。チベの移動力やってみんのこれ。さっきのこれか。全然進めないね。よし。ここでハロが壁になろう。私が壁になります。壁になって敵を殲滅してみせます。ここで立ちはだかる。まさにそんな感じだよね。ここは倒産みたいな。
もう一ターンくらいあれだけど、ハボが殲滅しちゃいそうだな。問題はこっちだな。まずこの無罪大型メガ粒子砲で支援かければなんとかなるっしょ。全然ダメ。あっちか。あ、全然余裕だ。で、あのザクはパクってザンジバルのエネルギーがなくなってきたな。こっちのザンジバルは積んではない。このムサイは積んでる。リックドム武力攻撃で倒したいな。 97% これだけ火力を集中させれば9975。よーし、よし、ブライトさんレベルアップ。威圧、ハモンがレベルアップ、未来ヤシマもレベルアップ、鉄壁、アニーもレベルアップ、アイナサハリンもレベルアップと。ようやくみんな3レベルか。でこいつをなどうにかしないといけないからね。やはりちょっとここはジョニーライデンを投入するか。 70% か。俺の邪魔をするカスどもは全て薙ぎ払ってやる。ジョニーライデンをカス呼ばわりするとはな。さすがだな。これでフォルドで倒せば OK か。でも早いな、ちょっと展開が。どうせ増援が出てくるでしょ。あんまり早くね展開させてもあれなんだけど、ま、倒せるときに倒しておく方がいいかな。俺たちはいつもギリギリのところで戦ってきた。それがどうしたというのだ。マレット・サンギーヌ、ギリギリの道を歩んできた俺が今もこうして戦っていられる、その理由がお前にわかるか。なんだと。俺には仲間たちがいた。心が折れそうになった時、仲間たちが俺を支えてくれた。だから俺はここまで来ることができたんだ。そんな弱者の思想を。違う。だから俺は強くなれたんだ。死してもなお仲間は俺を支えてくれている。死ぬとは負けることだ。負けるとは劣っているということだ。そんな存在に意味などあるか。たとえ肉体が滅びても魂が導いてくれている。いや、フォルドすげえな。今がチャンス、一気に決めるぜ。くそ、ちまちまやるのは性に合わねえぜ。なぜだ。こいつ包帯巻いてさ、戦いづらくないのかね。おお、月からいっぱい戦艦が出てきた。それこそメガビームランチャーの出番だ。どうした、ノルト艦隊。停戦信号。もっとぶっ倒しておけばよかった。それだったら。なんで。確かにこれは怪しいよね。アーバーワークがもう陥落したんだ。
戦力的には絶対こっちの方がさ弱いよな。いや自軍の戦力を抜かせば。さらに後ろか。キシリア様が亡くなられた。こいつ本当にキシリア中だな。さあ勝手に独断で動いてるけどさ許されんの？お、これはなんだ、ゲルググチックな感じがするけど普通にガルバルディアルファか。あれガルバルディアルファって一年戦争時にあったっけ？なんかもっと後の時代だった気がするんだけど、てかさ停戦を申し入れるって言ったけどさ、なんかこいつは別なの？何も変わってなくね？みんなやる気満々だよ。しょうがないな。じゃあとりあえずこのザンジバル沈めることができるかな。2万2000か。どうしようかな。減ってるけどな。経験値を稼ぐチャンスではあるんだよね。オールレンジ攻撃で潰す。よし、計算通りレベルアップ。防御力弱いね。確かに122か。122ってだってザクがいくつ？ザクとか100だし。そうか、ザクが100で基準になるのかな。こいつはめっちゃサイズがでかいから向きを決めないといけないね。メガ粒子砲で落ちるかな。落ちるどころかかわされてるし、まあいいや、ちょっとこのままいくか。ハロー、攻撃できるだけ攻撃しようと思ったけど届かねえ。まあいいや。横に行くんだ。無理にでも行こうとすんなあいつら。こいつらは完全にあれかな、チベ狙いかな。チベの近くに来たらパッて出てくるみたいな。おっと、こいつらも出てきたね。ザク仕方がないから量産型ビルザムで排除させるか。いや待てよ、マットヒーリーのレベルも上げたいからな。やばい。おお、こっちか。この位置だと狙われるな。チベには反復横跳びでもさせるか。このまままた前に出て横に移動してもらうっていう。あとこいつらがいたのか。まだでも距離はあるね。ビグラング大型メガ粒子砲18000。あれ当たった。あれ減らしといたんだっけ。2歳って1分と2万あったよね。あ、機動力がめっちゃ少ないんだな。やっぱでかすぎるんだこいつら。じゃあ帰還させて、もう一個の部隊がどこにいるんだ。すげえ来たな。あ、これ絶対次プイって出てくるよ。
チベの横に。まずい、陣取らないとね。でそのためにはまずこいつら捕獲しとこう、邪魔だから。まあ最終的には全回収かければいいかな。ビグラングはじゃあこっちの方に行って、で解凍して進もう。ホールド一応前に行くか。宇宙用の船1個作った方がいいかな、やっぱり。てかこれがそろそろ限界なんだよね、キャリーベースが。どっち行こうかな。ブラレロ、ブラレロね結構強いんだよね意外に強い。拡散ビーム砲ダフだ意外に強いとか言っときながら。ガンキャノン、ガンキャノンってビームライフルか、こっちだな。でここら辺をちょっと封鎖しとくか。でなるべくマップ移動ができないところ、ここで、ここだからここら辺に移動しとけばいいか。でこんなもんかな。なかなか来ないねこっちに。待ってくれー、帰還させてくれー俺を。いや全然進めないわ。でこいつはもうすでに一目で走ってるから帰ろう。でどうする、チベの進行を塞ぐかまた。でガンダムを前に出して、もうさ、うじゃ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 いるモビルスーツ何なの缶の後ろに取り付いてるけどさ。よし、こんなもんでいいか。何やってんだこいつらマジで。でこいつらも来ないね。あ、来た、出れるやつらは出てきてんな。ムサイが攻撃の範囲に入ったか。目標接近、敵を排除してください。抜かるなよ、一斉射撃。くそ、またまた目に当たった、ミサイルが目に入った。いけないんだよ。これさ、一回撃つとかいくらくらい金かかってんだろう。爆弾ってね、かなり金かかるんだよ。おお、クールダウンした。入れるってかおお、帰還できる。ちょっと足が引っかかってるのか。よし、攻撃をしておこう。対空機銃でもね減らせられれば他のやつらの火力でいけるんで。じゃあここら辺に出して、ビームライフルしかないのか。ビームライフルだけだとさすがに厳しいかな。厳しいね。誰ですか、ジムスナイパー2かな。てかポッて出てきた瞬間には攻撃されないのかな。確かマップ移動した後でも別に攻撃は可能だったと思うんだけど。
とちょっと横に動くか。そうするとでビルザムを出すと、あとは出てきたやつを迎え撃てば大丈夫か。サラブレッドも少し進んでおこう。これチビは完全に動けなくね行き場所を失ったって感じだな完全な、でも護衛形態だよねこれ我々に任せていただきたい。機関の安全は保証しよう。出てきた出てきた。あ、そうか、無罪。あれ、あーそうだ、クールダウンしたから射程が短くなっちゃってるんだな。あれこれ誰、隊長機、隊長機だったらちょっと反撃しておきたいけど、3機で反撃しよう。この俺に挑んでくるとはいい度胸だ。当たったか。いや防御力はさすがに硬いね。ここらで幕引きと行こうじゃないか。捕らえた。それじゃお姉さんが相手をしてあげる。ごめんなさいね。ここで引くわけにはいかないわ。あれ外れたか、何かが外れたな。バズーカが外れたか。あーバズーカが。でこれ隊長機だからどうしようかな。グループ攻撃で経験値を稼ごうかな。 86%。どうだ。キャラクターのねレベルが上がってほしいんだよね。18レベル意外に高かったな。ってことはどっちかというとブライトのレベルを上げないといけなかったんだ。サルベージ覚えた。よし、いいね。スーパーガード、ダメージを受けないとかそんな感じかな。あとこっちのドムをなんとかしないといけないから、決定打がないなこの機体は。100だったからね。135か、ま半分だけど。あれビームライフル入らないんだ。一応こいつが捕獲できる。まあどうせ最後にねサルベージすれば全く問題ないんだけど。じゃあパワードジムを出して攻撃しとくか。3400当たらんかったのかな。これでここのドム部隊は解除完了。帰るかこいつは。でキグザムかどうする。ちょっとビグザムを一旦下げて。本当にさこのさ緑部隊邪魔すぎるんだけど。よし当たってくれた。これで買い込みはね結構命中率が高いからいいな。で帰ろう。あとどれくらい、600だから、あと2体くらい倒さないとダメだね。っていうかさ
この無罪破壊しとこう。カルバブル、うわ届かない。あれ乗っけてたっけこれ。あ、乗っけてないよね。ここの舞台は確か乗っけてなかったはず、誰も。で、そろそろマレットが来そうだな。次のターンで接触するか。もうここで接触させよう。いや、てかドムもいる。しまった、ドムもいるか。大丈夫か、フォールト。押してきたやつらは動かないか。チベが狙われてんね。ムサイどうすっかな。そもそも射程外か。そんな動きじゃこの俺について来られないぜ。来たね、反撃しておこう。ガトリングだな。もう無駄な戦いはよせ。戦争は終わったんだ。ジオンは負けたんだぞ。ふざけるな、負けなど認めぬ。このマレット・サンギーヌが生きている限りジオンに終わりはない。貴様がジオンの象徴というのなら、俺は貴様を倒し真の平和を手に入れる。てかさ、マレットにさついてくるやつなんているのか。バチバチいってるけどね。5000か。これね、連続攻撃だからね、どれくらいヒットするかによってダメージ数がね変わるんだよね。まあとりあえずちょっとここの舞台は一旦退避させて、出撃。4号機が復活したぜ。メガビームランチ届かねえし、届かねえというか射程外だし。4レベルか。さて戦艦でもうちょい進んでおくか。そうするとでどうしようかな。これだったら大丈夫でしょう。さすがに対空機銃。もはや俺は誰にも止められん。もう完全に来るとこまで来てんな。でハローちょっとこっちに、うわこっちによこしたいけど、一旦ハロビットで無罪止められるか。2万、いいね。であとはこいつに戦場を駆け巡ってもらうと。ちょっとマレットはフォルドで倒しますか。ビームライフルで決めるか、ガトリングで決めるか。ビームサーベルはねもう結構見たからね、ビームライフルにするか。そうすると 66% か、当たんのかな。俺は選ばれた人間だ。アースノイドもスペースノイドも超越した新世界をこの手に握るのだ。正気か、そんな傲慢で身勝手な考え方を。信じていたからこそここまで戦ってきた。それが俺の正義だ。そんな考え方こそが人を愚劣な存在へと貶めるんだ。わかるものか、救いのないこんな世界など滅べばいい。それでも世界は。ここでこんな戦いが繰り広げられていたとは。実力の見せ所だな、腕が鳴るぜ。ガラ空きだぜ。おのれ、このままでは済まさん。
散っていったか。あとここら辺のドム部隊だな。あれ全部収容したよね、ザンジバルは。ちょっと待ってちょっと待って、遠いな。ビグラングのさ、大型メガ粒子砲がさ、当たんないんだよね、これがまた。当たった、よし。こいつ、でけえな、それにしても。マップ兵器はね、まあ、減らすのにはいいけど。よし、マットヒーリーようやく2レベルか。帰ろう。大型メガ粒子砲2発撃ったらさ、もうそれでエネルギーがなくなるんだけど。フォルド当たってないから多分大丈夫だよな。ドムの数がすげえな。だいぶこっちに来たな。トリックドム、やばい。てか、やっぱりバズーカ食らうとまずいな。すんげえ減る。お、強っ。お、ジム。で、そうか、チビが勝手に動き回るから。艦砲射撃。当たるっちゃ当たるんか。できればな、ブライトで仕留めたいんだよな。ってことは、フォルドを7200。ちょっとやっぱりダメージにムラがあるね。これで艦砲射撃、まあ当たれば大丈夫でしょう。当たればの話だけど。よし、ユニットのレベルがアップ。4ずつ上がってくれるのはいいね。さて、量産型ビグザムを暴れさせるか。大型メガ粒子砲撃て。どうする。ちょっと待ったちょっと待った、このピグロを排除しとくか。大型メガ粒子砲で減らして、あとはどうしようかな。まずこいつを8にしよう。まだか。925。あともうちょいかな。でジョニーラデン出して、この2発で倒せるでしょう。クリティカル出し、当たれば大丈夫。 OK。 で、あの最高無兵器はレベルが8になったから、ゼロ紫目5レベル。こっちも帰っていいっしょ。で、ブルーディスティニーだな。届かないか、そもそも届かないか。ガンダムも届かないか。で、このチームで多分すげえ出てくるんだよね。ビグラングをここに置いとこう。もう絶対前に出さない。君はここで、おっ、やばい。出撃アレックスで、こいつを殴る。防御力あるね、200超えてる。さすがにアレックスのチョバブはまだある。
これ破壊されたらさ、チョバのアーマーが脱げるだけっていう素晴らしいシステムかな。ジムスナイパー2だな。多分どうすっかな、この下の3機破壊するか。まあ基本的にね、 G ジェネは無双ゲーになったりするんで。でもなんかヘルモードは敵強いみたいですね。全然そこまで進んでないけど。グループ攻撃でどうも倒せっかな。いいね、テンションも上がってきたよ。一応忘れないうちに捕獲しとくか。最後捕獲とか普通に忘れそうだからな。うん、積んでないよね。あそこら辺の戦艦で終わりか。で、このドム、まあちょっとどうにもならんと思ったけど、こいつが残ってたな。パワードジムを出すか。3人でかかるか、確実に倒す。3500か、必要だったね3人。よし、これで OK でしょう。あ、そっか、出てくるやつはでもまだいるんだ。トリックドムのジャイアントバズーカビッグラング、ガトリング砲とクロアームだったらクロアームの方が強いのか。痛い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 、ちょっとやばい。いいね、ああいういい感じでね減らしてくれるのはね助かるんだよね。そうそうそう、いいねいいねいいね。でエネルギーも回復してくれるとちょっとだけど。ここに敵がいる。どうすっかな。まずはブルーディスティニーだな。でジョニーライデンをこっちにやってドムを倒す。倒せるか。おお、さすがジョニーライデンだ。ブルーディスティニーかな、ちょっと弱いよな。ザクの 1.5 倍っていう感じか。一回も下げちゃおう。でザンジバルをもう出せるだけ前に出そう。グループ攻撃誰か入る？入らんね。試作0号機もまだ前線で戦えるな。ビッグラングちょっとヒットポイントがまずいからな。で、このドムか。それとサラブレッドで攻撃をしておいて、で、グループ攻撃とか入んの？グループ攻撃の射程長いんだね。で、あとこのドムはビットで倒すか。38レベルってか、上がり方が尋常じゃないな。で、どうしようかな。アレックスか。うおー、そうか、こいつは。射程ね、やっぱね、5は欲しいよね。ビームライフ大体4とかだからな。それに加えて武装がもう一つ欲しい。
ってことはだよ、もうあれだな、多分積んでないよねこいつら、誰も積んでないから、そのままサルベージしよう。捕獲完了で、ハル一回引っ込めて、チベが頑張ってるね。これは狙われたな。こっからも入らないからね。でまずはジョニーライデン、ロケットランチャーでピンポイント。でそっからこのブライトで艦砲射撃で5900、いいね。ブライトさんのレベルを上げたいよ、やっぱり。ここのクルーのレベルを上げたいよな、全体的に。でチベもできることならばブライトで倒したい。ハロはハロバブルをここに当てたらどうだ。1万1000か、ちょっと弱すぎたな。もう一人誰か派遣するか。アレックス届かない、射程の長いやつかつ高機動タイプ届くか。さすがに届かないか。ってことはこいつは自分で前に出て自分で攻撃をしたいけどミサイルじゃないと当たらんか。よし、これは艦隊戦に持ち込もう。というわけでパスと。モビルスーツ追いついてなくね全然護衛になってないんだけど。このチベも無理だから、よし、これでミサイルを当てて終わり。あとはチベが残ってるだけか。特に誰も何も上がることなく終わった。ロケットランチャーをピンポイントで叩き込んで14000、あとは1000。ガンダム作成動き、長距離ビームライフル、3200、艦砲射撃撃て。こんな戦い間違ってる。左舷弾幕を張れ。無用な争いをしたくないのです。投降しなさい。ここまでか。バカな、こんなことだ。てか当たりから当たり方からしてさ、真っ二つになる感じじゃないよね超強気になった。誰も何にも上がらない最後の戦艦は誰も何にも上がらなかったな。しかもブライト2位だったし。第16独立戦隊に下ったダルシア・バハロ首相の護衛任務は思いもよらない関係から始まりました。戦争を終わらせる和平調印を実現させるために今まで戦ってきた敵と味方の兵たちが互いに連携作戦を行ったのです。しかし全てが戦いの終わりを望んでいるものばかりではありませんでした。マレット・サンギーヌ、己の力を暴走させることでしか自分を示すことのできない人、そして彼の狂気がフォルドの G05 に撃たれた時、長かったこの戦いは終わりを告げたのです。第16独立戦隊はダルシア首相を無事グラナダに送り届け、その最後の任務を完了。そしてこの日、
宇宙世紀 0080 1月1日、地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定が無事に締結されました。これで終わったのね。ああ、俺たちの戦いは終わったんだ。歓喜の声を上げる人々、悲哀に打たれ崩れる人々、誰もが信念を貫き、そして戦ったこの一年を決して忘れはしない。ルース、ようやく終わったよ。これでいいんだよな、相棒。チビが使えるようになった、リリア、ユイマン、ギュスタン。出力リミッター解除2、攻撃力プラス50か。もうすでに3を持ってるからな。じゃあ編成でガルバルディを手に入れたので、こいつはちょっと一気確保しておいて、あとはもう解体しようで、ハロハロ、ようやく最高ハロになった。攻撃力286とか。これにさ、出力解除リミッター3つけてたらめっちゃ強いな。攻撃力386、移動力9とかさ。ハロドリルパンチは相変わらずだな。86、ハロメガビームなんだ。2から4、もう一個射程があってもいいんじゃん。ハロビットは変わらずと。アイフィールド対ビームコーティング両方持ってんのかよ。でここら辺はちょっとあれだからと。でアレックスネティクスとか、ここら辺元ネタがちょっとわかんねえな。あー、フルアーマー7号機作れるんだ。普通のレベル4でなんだ。まあ、とりあえずレベル4を解放させてからにしましょう。ジムカイはね、どうしようかね。ジムカイはジムカイでいくか。ってことはちょっとこいつもう別の機体に変えよう。せっかく手に入れたんでガルバルディにしようか。ガルバルディってさ、でもいつのやつだっけ。一応レベル3でなんか作れっから、ガルバルディベータか。どう考えてもガルバルディベータだよな。どうしようか。これ何、あ、グレットジュングか。あとなんか機体があるか。高機動試験型ザク、これはもう全部生産が揃ってんね。てかザク2とか普通に生産ができねえんだ。グレートジュングってサイズ何。普通に置けるんだけど。エリスクロードって覚醒値あったよね。でグレートジュングは確かサイコメ兵器持ってるんで、一応こいつ乗っけとくか。パワードジム。わ、もう、ちょい行きたいのか。で、ジムスナイパー2は5レベルまで上げて、まあ、ガンダム4号機はこれだな。一旦 BSD にして、よし。で、この、ブラレロ。あ、6レベルか。6レベルにしないといけないから、で、ギャン今回全く戦ってないな。で、ガンキャノンも戦ってない。で、ビルザムは変わらず。で、ジョニー・ライデンはそのまんま。こいつだ。ジオングにしよう。攻撃力200、防御力200か。ま、宇宙でしか使えないけど、しょうがない。てかさ、グレートジオングがいて今更ジオングかよみたいな。さて、それでは設計を見てみますか。うん、特にないね。よし、これで OK かな。はい、というところで、宇宙閃光の果てにが終了しましたので、また次は別のシナリオをやっていきたいと思います。
最後までご視聴ありがとうございました。